鋼の錬金術師最後の錬成にな。弟を連れ戻しに来たか。だがどうやって人間一人を引っ張り出す。バイカはお前の肉体を差し出すか。大化ならここにあるだろう。でけえのがよ。こいつは俺の真理の扉だ。てことはどう使おうが俺の自由だ。違うか。そうきたか。しかしいいのか。真理の扉を失えば二度と錬金術を使えなくなるぞ。そうだな、確かにこの扉の向こうには錬金術の全てがある。でもおかげで踊らされたよ。真理とかいうものを見せられて錬金術で全てを解決できると思い込んだ。だけどそれは間違いだった。ただの傲慢だ。錬金術も使えないただの人間になり下がるのか。なり下がるも何も最初からただの人間だ。キメラにされた女の子一人助けられないちっぽけな人間だ。いいんだな本当にそれがなくても。エド鋼のエドワードくん。エドワードエロリック。エドワードさんエド錬金術がなくてもみんながいるって。正解だ錬金術師。お前は俺に勝った。持っていけ全てを。勝手口はあっちだ。エドワード・エルリック。無茶しやがって。兄さんこそ。さあ帰ろう。